78年前の沖縄戦で激戦地となった本島南部の糸満では、当時の住民の4割近くが命を落としました。その糸満にある潮平区の郷では、住民560人全員を救った場所として、慰霊祭ではなく感謝祭が行われます。郷の中で戦火を逃れた男性の証言と感謝祭の様子を取材しました。高良記者のリポートです。先月、糸満市潮平区の住民総出で行われた清掃活動。集落の外れにある郷の周りで草刈りをしていました。戦争の時にですね、先祖が命を生きながらさせてもらったという感謝の方ですね。住民を巻き込んだ地上戦で県民のおよそ4人に1人が命を落としたといわれる沖縄戦。最も多くの犠牲者を出したのが沖縄本島の南部地域でした。中でも糸満市ではおよそ2万3000人の住民の4割近く8500人が亡くなりました。鉄の暴風が吹き荒れた本島南部で住民を守り、感謝の郷と呼ばれているのが潮平権現郷です。上母夫人、先祖がこの郷で生き延びたから現在の我々がいるわけですよ。もう郷に対して感謝ですよね。それ一言です。もう感謝ですね。潮平権現郷は糸満市阿波根にある全長240メートルの自然郷。アメリカ軍が沖縄に上陸する前の年の1944年、避難場所を探していた住民が発見しました。初めは入り口しかなくて、出口がなくてですね、みんなで中で鐘や太鼓を鳴らしながらですね、音が聞こえるところがこっちだったと。これを手掘りして、出口を作ってですね、それらの、避難郷としてですね、部落が、作った郷なんですよ。自然郷ではあるんですけど。潮平区民は空襲警報を合図に郷に避難し、その後自宅に戻っていましたが、アメリカ軍機による空襲が激しくなった1945年の3月23日から郷の中に身を寄せ、家族と共にそこで生活をするようになりました。郷の中では560人がひしめき合って暮らしていました。当時4年生だった金城清徳さんです。僕らは真ん中辺、この辺にいたと思いますね。金城さんは母と祖父母、叔母の4人で暮らしていました。戦争が激しくなると避難郷の中でご飯炊いたりしてますでしょ、はい、煙がもう大変なね、郷中に郷の中は充満して、はい、大変苦しかったです。まだ、夜はちょっと外へ出て空気を吸うような。4月、アメリカ軍が沖縄本島に上陸。苛烈な攻撃で大打撃を受けた日本軍は司令部を放棄して南部に撤退し、徹底的な持久戦でさらに多くの住民が戦争に巻き込まれました。1週間に1遍か2遍ぐらいね、はい、2、3人の兵隊が来て戦果報告に来るわけです、はい、日本軍が勝った話をね。だから住民は入り口の方に集まって、日本は勝ち戦してるんだという。でそういう矢先に退去命令が来たんですね、はい、日本軍が南部に撤退する頃の5月下旬、3人の日本兵が郷にやってきました。この郷を日本軍の陣地として明け渡せ。突如として郷を追い出された住民たち、他に身を隠せる場所を探しましたが、あてもなく、どうせ死ぬなら潮平でという思いで翌日郷に戻りました。するとそこに日本兵の姿はありませんでした。僕はこれは確認はしてないんで
簡単には推測なんだけれども、はい、避難後立ち退きを強制的に立ち退きさせたのはね、はい、ひょっとしてかなり何かが、特に食べ物がね、食料品は持ち去られていたんじゃないかという想像できます、していますけどね。住民たちは壕での生活を再開しましたが、食料は少なく、人々は衰弱していきました。ある日、投降を呼びかけるアメリカ兵に応じて、一部の住民が壕を出ました。旧暦の5月5日、1945年、6月14日のことでした。その日はものすごく強烈な日差しが、6月のね、真夏の太陽が、眩しくてね、目も開けられないぐらいでしたね。暗闇に生活してるから。後に壕に隠れていた人々も外に出て、560人全員が捕虜になりました。戦後、住民たちは壕に感謝の思いを込めて、鳥居と権現の碑を建てました。権現とは、菩薩が現れ民衆を救うという仏教の言葉で、住民が救われ平和な世を迎えたという意味が込められています。旧暦の5月5日にあたる先月22日、権現壕では今年も感謝祭が開かれました。住民や近くの保育園児が参加し、テーブルの上にごちそうや紅白饅頭を並べて、命をつないでくれた壕に手を合わせます。命の大切さ、平和の尊さを子どもたちにも伝える大切な行事。新型コロナの影響で縮小を余儀なくされ、4年ぶりの開催でした。戦争体験をした人たちもほとんどいなくなってるじゃない。これをどういうふうにその体験をその受け継いでいくかっていうのはさ、課題さね。親はもちろん、そのおじいちゃんおばあちゃんも戦争体験してないかもしれないよね。僕らがまたちゃんとした言い伝えをね、やらないといけないんだが。命をつないだ権現壕は、78年経った今も住民たちをそっと見守っているようです。窮屈、退屈な場所ではあるけれども、命がね、救われた、はい。まあ、よく塩平の長老たちは、戦後の塩平の区民はね、ここから生まれたんだよと。沖縄戦では鬼畜米英の捕虜となることを恐れて、ガマの中で集団自決という悲劇が各地で起きていますが、このガマには塩平出身で中国から帰ってきた男性がいたということで、住民は殺さないはずよという一言が、みんなでガマを出て投降するきっかけとなりました。戦時下の情報操作に惑わされず、広い視野を持っていた方の説得で多くの命が救われました。権現壕によって命をつないだ清徳さんは、日本軍の作戦の中で多くの住民が犠牲となった沖縄戦の体験と、軍備の増強が進む今の状況を重ね合わせ、必要なのは戦の準備ではなく、平和になるための準備ではないかと話していました。